セパ新人王合同トレーニングは見送りになった。中日京太が年明けに西武源だと豊田自動車、愛知、豊田市で合同自主トレを行う予定を組んでいたが、日程や施設の関係で実現できなくなった。京太は、またやろうと言ってもらえたので、いつかしたいと残念があったが、同じ石川出身の阿台の北村と地元でやろうと思っています。 16年大学日本代表で同僚だった巨人ドラフト4位の阿ダ北村拓己内野手、22位と、金沢市内で自主トレを行う計画だ。